今回の飯時々旅は、北海道の短い夏が終わり、夜は格段に寒くなってきました。このままだとあっという間に雪の季節になってしまうので、その前に短い秋もしっかり楽しむべく今回も出発しました。目的地を到着する前に、遠い昔よく連れてきてもらった思い出のお店に向かいます。そのお店がこちら、アマンドールさん、洋菓子とパンの老舗のお店になっています。早速店内に入りますと、まず目に入るのがずらりと並んだこのパン。到着したのは9時前ですが、この品揃えです。ケーキの種類も豊富ですが、時間が早くまだ準備前というところでした。チョココロネ、美味しそうですね。前日のパンはお得に販売されています。早い者勝ちです。こちら値段ご覧いただけますでしょうか。しっかり美味しいパンなのに100円以下のパンばかりです。マフィンやマドレーヌなどの洋菓子も充実しています。常連さんがマドレーヌ4つと買いに来ていたので、釣られて購入しました。こちらは思い出のソフトクリーム、コロナの影響で冷凍のみの販売となっています。早速車に戻って食べてみましょう。昔懐かしい記憶が蘇る美味しいソフトクリームでした。アマンドールさん、ごちそうさまでした。ソフトクリームを堪能したら、すぐ近くにある公園へ向かいます。御殿山、よく耳にしていましたが、今回が初訪問になっています。これが御殿山という山なんですね。無料の駐車場は544台分、広々として駐車しやすくなっています。御殿山公園、札幌市西区福井にある公園で、駐車場は夜7時まで営業しているようです。福井の採石場跡地に作られたこの公園は、平成21年4月に全面オープンとなったようです。それでは早速中に入ってみましょう。北海道は秋の装いです。木々がもう色づいてきていますね。ちょうど今が緑と黄色のコントラストが最高です。こちらの公園、炊事広場、その他にもパークゴルフコースや子供の遊び場、球技広場など老若男女が楽しむことができる総合公園になっているようです。園内は広すぎるので、案内板で予習をしてから行きます。管理事務所があるので、こちらも覗いてみます。炊事広場を利用する際には管理事務所で届け出が必要です。バーベキューに必要なものが全て揃うので、手ぶらで来ても問題ないようです。ジンギスカンをはじめとするお肉類も販売されています。隣にあるパークゴルフ場は全部で27ホールあり、朝から大にぎわいになっているようです。炊事広場、季節内は20台、バーベキューコンロの持ち込みも可能だそうです。炭捨てボックスや炊事場もあり、設備がしっかり整っているようです。土日祝は混み合うので、1組1台の制限があるようです。本日は利用しませんが、今度ここでバーベキューしたいと思います。早い時間に撮っているのですが、11時頃からちょうど混んできたようです。こちらは昔西野地区に140台もあった水車を復元した水車小屋。水車は動いていませんでしたが、中に入ることもできます。最近トンボを見なくなったと思ったら、ここにはたくさんいました。何
目線か分かりませんが、なんだか友を見るとほっとしますね。水車小屋の西側にはホタルの水路があるようです。夏にはホタルが鑑賞できるようですね。札幌市内でホタルを見られる場所というのはあまり聞いたことがないので、ぜひ来年ここに見に行きたいと思います。平家ホタルですね。もう少し早い時期に来ればと後悔していますが、来年の夏絶対に来てみたいと思います。今度は上に上に向かって歩いてみます。もう少し後の時期に来たら紅葉が綺麗に色づきそうですね。少し歩くと分かれ道が出てきました。見晴らし台に向かいます。すれ違う散歩中の方は手にストックを持っている方が多いように見受けられました。上に登るにつれて人気が少なくなっていきます。少し進むと2つ目の案内板が出てきました。こちらは第二見晴らし台に向かいます。せっかくなので登れるところまで登ってみます。視界が開けて御殿山が登場しました。この景色を独り占めする贅沢な眺めになっていました。夏には夏の良さ、秋には秋の良さがありますね。今映っているのは七かまど、そしてこちらはトンボ、赤いトンボですね。第二見晴らし台までさらに登っていきます。映像では分かりにくいですが、なかなかの急勾配になっておりました。時たまこのように梅が転がってきます。鳥の仕業でしょうか。熊が出てくるんじゃないかとそわそわしながら一歩一歩ゆっくりと歩いていきます。いい運動になりますね。やっと目的地が見えてきました。第二見晴らし台です。到着しました。御殿山は下から見る方が綺麗かもしれませんが、達成感とこの高い位置から眺める景色が最高です。この日誰もいないので景色を眺めながら少し休憩です。アマンドール、先ほどのパン屋さんで買った食パンマンとカレーパンマンをいただきます。少し食べるのがもったいないですね。ですがいただきます。まずはクリームチーズ入りの食パンマンから。食パンマンの顔を割っていきます。周りはメロンパンのようなサクサクした生地、クリームチーズの優しい味と合わさって美味しくいただけました。こちらはカレーパンマン。カレーパンマンも開けていきます。中に入っているのがポテトカレー、これが80円という金額で売られているのが信じられません。両方とも美味しくいただきました。第二見晴らし台を後にして今度は下っていきます。途中にある第一見晴らし台にも寄ってみましょう。ススキに囲まれた風情ある道を抜けると、こちらが第一見晴らし台。先ほどの第二よりは少し低い位置にありますが、こちらも景色は最高でした。坂道を抜けて階段を降りていきます。ちょうどこの日心地よい風が吹いていて最高でした。そしてこちらが最後の階段です。この階段を降りると広々とした子供の遊び場があります。
のすぐ横には沼があり、多くの生き物が生息しているようです。マムシに注意、マムシまで出るようですね。気をつけて見ていきます。地面に広がるこのフランクフルトのような植物、ガマという植物の本になっているようです。初めて聞きました。奥にある噴水では虹もかかっています。たくさん散策したので、そろそろ入り口の方に向かいます。左手にある木、こちらはソメイヨシノになっているようです。来年の春、桜の時期にこちらもまた見に行きたいと思います。管理事務所まで戻ってきました。売店があったので少し覗いてみます。正面からは軽食が購入できるようになっていて、うどんやそば、カレーライスなどがあるようです。ソフトクリームは横に専用窓口がありました。今回はミックス、濃厚なチョコにバニラのまろやかさが加わって相性が抜群です。もしかしたら今年ナンバーワンのソフトクリームかもしれないほど美味しかったです。クールダウンもしっかりできたので、そろそろ後にします。最高のリフレッシュになりました。たくさん歩いてカロリーを消費したので、今度はカロリーの摂取が必要です。今日は少し涼しいので、久しぶりにあれを食べに行きます。サンパチ飯店さんにお邪魔しました。摂津名物浜ちゃんぽんが店名かのようなインパクトのあるのれんです。早速席に案内されメニューをチェックします。昔はオムライスやホタテ丼などもありましたが、少しメニューが変わったようですね。名物は浜ちゃんぽんとあんかけ焼きそば。12時頃、お昼頃に到着しまして、待ちなしで入店できましたが、その後すぐに満席になり、待ちも複数組出てきました。さすが人気店です。関東麺とあんかけ焼きそばです。あんかけ焼きそばのこちらは大盛り1250円。ふわっと香るごま油の匂いが食欲を増進させます。大盛り250円は少し強気な金額かと思いましたが、丼いっぱいのこのボリュームに思わず納得です。あんと麺がしっかり絡んで美味しくいただけました。こちらはあんかけ焼きそば、こちらは普通盛りですが皿いっぱいです。最後に関東麺、無類の関東麺好きの私はこちらを注文しました。白菜、小松菜、人参、きくらげ、豚肉、イカ、エビ、アサリ、コクのあるあんとあっさりめの醤油スープの相性が抜群です。ついついスープを飲む手も進んでしまいます。さらに特徴的なのがこのレンゲです。とにかくでかい。美味しくいただきました。山に登ってお腹もいっぱい、今日はよく眠れそうです。これでまた明日から頑張れそうです。四季の移り変わりがはっきりしている北海道、短い秋が終わる前に日々を大切にして楽しまなきゃいけません。次はどこに行こうかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。また次回お会いしましょう。したっけね。